はようございます。5月17日金曜日の朝です。今朝は朝から太陽がさんさんと降り注いでいます。今はとても爽やかなお天気です。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、呼吸で体がどう動いているのかを観察してください。頭を左右に傾けてください。頭の動きをやめて、左膝を外側に少し曲げたり元に戻したりしてください。左の股関節にそっと左手を当てて、左膝を外に曲げるときに、この股関節がどう動いているかなってちょっと観察して、ほんの少し左足を外側に曲げてゆっくり戻します。ほんの小さな動きでいいんですけれども、この動きが滑らかにできているでしょうか。では右を下にして横になってください。左膝を右膝の前の床に置いてください。膝が痛い方は硬い床に膝が当たるだけで、それだけで嫌な感じ、痛い感じがあると思いますので、そういう時は何かちょっとくし引いてあげると、薄い毛布とか薄い座布団とかそういうものをちょっと引いてあげると気持ちよく動けると思います。ではゆっくり優しく左膝を床から浮かせたり戻したり、戻ったら左膝の膝から下、足先を床から浮かせたり戻ったり、今週この動きをずっとやってきたのですが、どうですか、この動き、ゆったり滑らかになってきましたか。今日は左足、足先が浮いたところでストップしてください。そしてこの足先を左右に動かします。大きくバタンバタンと動かそうとせずに、ほんの小さな動きでいいので、これ右と左と同じように動かそうともしないでくださいね。楽に動ける範囲で動いてください。この膝から下を動かす動き、太ももや股関節、
お尻にも影響があるでしょうか。膝から下は直角、床から直角くらい持ち上げてください。そうでないとちょっと膝や腰に負担が大きくなると思いますので、床から垂直に持ち上げて、ゆっくり左右に足先を動かしてください。その時に足首から先はブラーンとしておいてください。はい、ではゆっくりこの動きをやめて、足先を床に戻してください。ここでゆっくり呼吸をしてくださいね。で、またさっきと同じように膝を床から浮かせたり、膝が戻ったら膝から下を床から持ち上げたりしてください。この股関節の動きはどうですか？少し滑らかになったでしょうか？ではゆっくり動きをやめて、仰向けになってください。右側と左側を比べてください。床についている感じ、どちらが力が抜けている感じがするでしょうか。左膝を外側に少し曲げたり伸ばしたりしてください。この動きがさっきと比べてやりやすさに変化はありましたか？股関節の動きはどうでしょう？では、動きをやめて、左を下にして横になってください。右膝を左膝の前の床に置いてください。そしてこの体勢で楽な位置を探してくださいね。で、優しく優しく右膝が浮いたり、右膝が戻ったら足先が床から浮いたりしてください。体全体にはどんな動きがありますか？あばらは床の上でどう転がっているでしょう？膝が床から浮いていくときの足先、床の上をどう滑っていますか？そして足先が持ち上がったときの膝、床の上をどう動いているでしょう？この動き、徐々に速くしてみてください。軽く、速く、軽く、
早くですね。では動きをやめて、右足の足先が床から浮いたところでストップしてください。そして足先を左右に動かしてください。ゆったりと楽な範囲で、この足先の動きが体の他の部分にはどのくらい影響がありますか？この左右に動かす動き、小さくしていって、動きを速くしてください。軽く、速く、軽く、速く。はい、では動きをやめていって、足先を床に戻してください。ゆっくり呼吸をしてくださいね。そして右膝が床から浮いたり、足先が床から浮いたり、ゆったりこの動きをやってください。最初に比べて滑らかな感じになったでしょうか。では仰向けになってください。床の上の体を観察してください。右側と左側を比べてください。股関節の高さどうでしょうか。右膝を外側に曲げたり伸ばしたりしてください。ではこれを交互にやってください。右膝を曲げて戻したら左膝曲げて戻します。小さい動きでこの股関節の動き、滑らかに動いているでしょうか。では動きをやめてゆっくり起き上がってください。いかがでしたでしょうか。股関節の動き今週やってきましたけれども、股関節の動きが滑らかになると歩き方が随分変わって楽に歩けるようになると思います。今日は天気もいいのでちょっと足取り軽くスキップでもしてみてください。ではいってらっしゃい。